どうもお疲れ様です。2月28日水曜日朝5時半の相場解説です。まず昨日なんですけども、ちょっと反省しなくちゃいけないのが、昨日は CPI の発表が日本からあって下落トレンドがね、ガンと起きましたね。で、このね、下落の2つ目の筋ってのは、おそらく私と同じように、まあ、バイでポジションを持っていた人が、こらえてこらえてロスカットになった例だと思いますね。ですんで、私もね、ちょっと冷静さを欠いていたなと思って、昨日は相場解説の最終のやつでね、反省したところですけども、そっからね、やっぱりドルに割安感が出たんで、こっから買いが入ってきて、ロンドンタイム、そしてニューヨーク時間で、ずっとね、買いが入ったのかなっていうところと、まあ、そこに材料が複雑に絡み合ってきて、上髭、下髭をバンバン出しながらね、今の価格に戻ってきたと思います。まあ、引き続き今日はテクニカル通りに151円に向かうというふうな考えでよろしいかと思いますけども、22時30分にまた大型の材料がね、こう入りますので、まあ、この時間にポジションを持ってる人はいないと思いますけども、私たちはね、まあ、長期で見れば、1日足とか1週間で見れば、今週1週間ね、ポジションをずっと維持すれば151円に向かってリスクを減らすことができるんですけども、まあ、でも、テーマとしてはデイトレードで、日々勝っていかなくちゃいけませんからね。そういうことで夕方の5時とか6時にはもう完全にね、ポジションを占めるような形で昨日はちょっとね、悔しさをにじましたかなっていうところです。何度も言いますけども、昨日はポジションを1日宵越しで持つことを覚悟を決めてればね、こちらの方で回復を図ることができたんですけども、それ言っちゃキリがないんで、あくまでも今後もデイトレードにこだわって一日一日で利益を取る方向で放送していきますので、よろしくお願いします。はい。そしてね、4時間の方を見ていきます。4時間はね、割と見やすいんですよ。何が見やすいかというと、これレンジを変えてないでしょ。こういうふうに。レンジオプションでね。で、今にここを抜けるよっていうことだったんで、この1個目、2個目、3個目の天井で抜けなかったなっていうのが、まあ、昨日の CPI での一つね、反省しなくちゃいけないところかなっていうところですね。はい。そして、日足の方ですけども、日足はね、上昇トレンドを書いてる。それはもう変わりないです。だから、日足、週足で見ると、151円に向かって152円にも行くかなと。そして、介入があると、そこで、どん詰まりなのかなっていうところなんで、まあ、テクニカル通りに行けば、まだまだ、バイの方で、ね、買いの方で取っていけると思います。ドルがどんどん高くなる、円がどんどん安くなるって形ですね。で、日足で今度注目するべきは、ここを破っていくっていうことでしょうね。はい。以上のような形でもう一回デイの方を見ていきます。デイじゃなくて、1時間軸の方を見ていきますけども、再度151円向かうということで、今日もね、バイでポジションを取っていければなというふうに思っております。で、目標はここからね、今150円の502でしょ。結局、おとといが400を中心として、この辺りでね、ずっとグズグズしていたのが、昨日は上昇したところから下落していったんでね、落ちちゃう分だけまた半分戻してきて、あとはここを目指すために、またぐいぐい上がっていくっていうところだと思います。で、もしね、上がらずに、高値更新せずにここを破らなかったら、これはですね、早めに上昇の角度が終わって、レンジもしくは、まあ、下落に入ることはないと思いますけどもね、レンジでもう一回仕切り直していかないとなってところですかね。はい。じゃあ、引き続き今日もよろしくお願いします。